ジカルトレーナーの人にやっぱ教えてもらったっていうのがやっぱ僕としてはすごい成長につながったなと思います。チャオ、元プロサッカー選手の宮原直樹です。今日は、僕の夢についてみんなにね話したいと思います。まず夢についてね、僕もねやっぱ夢、プロサッカー選手、小さい時から目指してました。でなんでそうきっかけね、こうやってきっかけって書いてあるんだけど、近所のお兄ちゃんたちと、ボールを蹴る。僕昔、父親のね仕事の関係でやっぱ九州とかねいろいろ住んでて、すごい芝のねグラウンドとかあって、そこでボール蹴ることとかできたんだけど、その時にやっぱりお兄ちゃんたちがやっぱサッカーをやってて、そこに仲間に入れてもらって、あ、このサッカーって面白いなというか、あ、なんだこのすごい楽しいスポーツだなって言ったのが、やっぱりこのねプロを目指したいなって思っかけた、きっかけだと思います。小学3年生の時にようやく少年サッカーのチームに入ります。でこれがね僕ね長崎のチームだったんだけど、当時長崎ってね、長崎の少年団入って、やっぱりチーム活動だったり、監督との、ね、やり取りだったり、練習メニューだったり、やっぱりこのね最初にやったこの少年団での、練習が僕の、ね、サッカーにおいて結構、かなり役立っているというか、本当に力になってた部分っていうのが、結構な割合であったかと思います。小3からやっぱり僕小4の時に父親の、ね、関係、仕事の関係で、神奈川住むことになるので引っ越したんだけど、神奈川のね、小学校の少年団でもやってました。プロサッカー選手ってもうこのきっかけ、サッカーやって小学3年生の時からやっぱプロサッカー選手になりたいなっても、思ってて、やっぱり、その少年団でもなかなかもうちょっと不満ばっかあったんだよね、正直言うとね、不満ばっかあって、これじゃ良くないなって僕の両親も思ってくれて、それこそヴェルディのねセレクションに、勝手に応募してくれてね、僕の両親がね、ヴェルディの、セレクションに行きますね。僕とヴェルディのねそのストーリーというか、本当に僕がこのヴェルディに入れたおかげで、やっぱりプロサッカー選手になれたっていう、その可能性に近づけたっていうのはもう本当に過言ではないと思います。僕、やっぱりセレクションでは活躍したかもしれないけど、通常の練習だとやっぱり実力がね全然ダメでしたね。だから最初セレクションまで受かったんだけど、Bチームに入りましたよね、ベルディの中の。で同世代の子たちでも A チーム6年生1校へとやる子たちってやっぱ普通にいたから、やっぱね僕は B チーム半年間ぐらいいたんだけど、このままじゃ良くないな、このままじゃ自分のプロサッカー選手、なりたいっていう夢ね、叶えれないかもしれないと思った時に、じゃあどういうことをした、どういうアクションを起こしたっていうのが、今日はポイントなんだけど、上手な人のプレーを見るっていうアドバイスを僕の、ね、両親からもらって、自分が A チームの遠征メンバーにも入ってないのに、勝手に、その遠征の試合に見に行くっていう行動をかなり続けてましたね。自分が、試合も選ばれてないのにその人たちの試合見に行って、やっぱりなんか言われるんじゃないかなっていう恥ずかしい思いは最初あったんだけど、監督だったり、A チームの選手だったりがなんかねやっぱ少しずつ認めてくれたんだよね。そうやって、僕もこういう少し小さなこと努力をして、そしたらやっぱ周りが認めてくれれば、僕自身もやっぱプレーはどんどん良くなったし、正直やっぱ A チームの人の選手のプレーってめちゃくちゃ参考になったんだよ。 A チームにね5年の、秋ぐらいか半年ちょっと過ぎたぐらいに A チームに呼ばれます。全日本少年サッカー大会と、バーモントカップっていうねフットサルのね全国大会で、やっぱ日本一取ることができました。僕はねこの日本一取った後怪我しちゃうんだよ。ちょっとした怪我だったんだけど膝のね、ちょっと怪我してサッカーができなかった時に、考えることっていうのはすごい大事で、ただ怪我したからそれで終わりじゃなくて、じゃあどのようにして復帰したらいいプレーができるかなとか、復帰するためにはどのようにした方がいいかなっていうのをやっぱりここでねフィジカルトレーナーの人にやっぱ教えてもらったっていうのがやっぱ僕としてはすごい成長につながったなと思います。上手な人を見る、考える、こういうことがやっぱ大事だった。日本一もなってるし、当時のアンダーの
日本代表にも選ばれるようになったし、それこそ海外遠征ではやっぱり年にもう 3,4 回以上は行くような、そういう生活っていうのをやってたし、まあ選手としてもなんかね別に調子乗ってるわけじゃないんだけど、もう結構いいかなっていう感じ、もう自分としては波に乗ってんなっていう感じしたよ。で、当時の僕らのベルディのチーム、ジュネユースのチームは日本代表クラスの選手がもう5人ぐらいいて、代表ってさみんなさ何人ぐらいなの、18人なんだよ、その都度ある大会に呼ばれる代表って18人の5人、それがベルディから出てたっていうのはもう見て分かるよね、大体強さっていうのはね、やっぱ結構強かったんだよ僕らね、だけどそのねベルディのジュニアユースなんかね東京の大会だったかな、そうだな、もうめちゃくちゃ最初の方で負けちゃうんだよね、もうほんと何にもない本当に最初の方の段階で負けちゃうんです。負けた時にやっぱり本当調子に乗ってたね、自分ではそういう意識はないんだけど、まあチームメイトも調子乗ってたと思うし自分も調子乗ってたと思う。今思えば負けた時にもう本当ね、あんま僕の両親って全然何も言わないんだけど、基本的にサッカーの時ね、けどこの時に調子に乗ってるって、ね、言われてね、結構大喧嘩したの覚えてるよ。僕喧嘩するようなタイプじゃないんだけど、もう調子に乗ってるのを認めたくなかったのかな、本当にそれが嫌だったのかな、やっぱ調子に乗ってるっていうのをやっぱ自分的にもやっぱ感じたし、やっぱり改めて言われてみるとそうだったなと思うのを否定したかったっていうかね、認めたくなかったっていう気持ちがあって、だけど調子に乗ってるって言われて、あ、そうなんだなって思った。でやっぱり僕はさ、この日本一になって怪我して考えた時に、やっぱこういう時リハビリの時間とかも、前の動画とかも言ったけど、ピアノだったり、水泳だったりイメージトレーニングだったり、やっぱいろんなことをやって、サッカー上手くなるっていうことに対してのめちゃくちゃ、まあ、努力の積み重ねをしてるわけなんだけど、まあちょっと日本代表入って日本一とかも何回も経験してやってなかったわけではないんだよ完全に、けどやっぱり抜けてる部分があって、やっぱりそれの積み重ねが負けちゃったっていう結果につながったと思うし、じゃあ調子に乗ってるって言われて初心を本当思い出せって言われて、やっぱ初心忘れるべからずって言葉もあるぐらいだからね、自分が下手だった時、例えば B チームになった時何をやってたかなとか、じゃあ自分が怪我をした時に何をしてたかなっていうのをやっぱ見直すことができて、やっぱこの言葉、調子に乗ってるっていう言葉で僕は初心を思い出す、そういうことができて、また軌道修正がようできるようになったね、この言葉のおかげで、軌道修正が出るとできた。まあ中学校でも、いい体育館も残せたし、じゃあ高校生に話を飛ぶんだけど、まあ高校生でも日本一を取れたね、やっぱり日本一取れましたよ。高円宮杯っていう高校3年生の時、まあ高1高2の時はなかなか結果出ずに、まあだけど腐らずね、やっぱみんなで練習して個人としても代表常に選ばれたりとか、個人としてもレベルを落とさないようにやっぱりいろんな努力を調子に乗ってられるから本当努力続けて、高校3年生の時にはやっぱこうやって、日本一取ることができたし、まあ今だから言うけど、その高円宮のね、決勝戦の前日に、まあ、両親の方から、ベルディがプロ契約結びたいっていう話を実はもらってて、ね、本当は、まあ、本当決勝戦とかの前は正直自分の調子もあんまり良くなくて、だけどそういう話を聞いて、がぜんモチベーションが上がって、その決勝ではやっぱその、4対1ぐらいで勝ったんだけど、まあ本当にね嬉しかったね、プロがなる瞬間決まった時は。まあ日本一になって、まあプロ選手になるっていうね、今日はただ僕がさみんなに伝えたいのは、ただプロサッカー選手どうやればなったっていうだけじゃなくて、今はだから思うんだけど、当時はいろいろさ、まあ、調子に乗ってたりとか、例えば、こうやってさ B チームの時にね上手な人のプレーを見るとか、怪我の時はやっぱフィジカルトレーナーって考えるとか、ね、僕は自分の成長にとってやっぱいろんないい人からのいろんな人からのアドバイスをもらって自分はプロサッカー選手になってると思う。じゃあそのアドバイスに対してやっぱりさ、まあこれは本当にまあここは両親だったり、ここはまあフィジカルコーチだったりっていうね、やっぱり君たちに、とってやっぱいろんなアドバイスしてくれる人っていっぱいいると思うんだけど、まあそういう人たちに関して、まあこういう気持ちをね、感謝の気持ちっていうのをやっぱ持ってほしいんだよね。
やっぱり僕も、本当この気持ちっていうのは当時だと全然考えられなかったというか気づけなかったし、引退してからようやくそういうなんていうか自分をサポートしてくれた人のありがたみっていうのがやっぱすごい分かるようになってきて、育成年代で気づければね、多分なんかもっともっともっと自分って成長できてたのかなと思うし、けどやっぱりこういう気持ちっていうのは多分絶対ね必要だと思うんだよ、感謝の気持ちっていうのは。まあ、今僕愛知でスクールやってるけど、まあ、この愛知はね東京よりもやっぱ電車とかね交通の便がよく発達してないから、やっぱ、親御さんのね送り迎えとかいっぱいあると思うんだけど、まあこういうことって普通のようで普通じゃないから、まあそういうことに関してみんな感謝するべきだし、いろんなことに関していろんな人たちの友達だったりね、それこそ学校の先生だったりいろんな人たちからサポート受けてると思うんだけど、こういう気持ちを忘れないっていうことはやっぱりこの夢を叶えるために僕が体験した中ですっごい大事なことだと思うから、こういうアドバイスしてくれてる人たちって本当にありがたいんだなっていうことを思いながら、みんなもね自分の夢に向かって、突き進んでいってほしいなって思います。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。